こんにちは、さなきちです。今日は北海道3日目で、父と弟と一緒に登別の方に来ました。古城浜っていうところで、今ね、アヨロ海岸っていうところに車で降りてきたのね。ね、パパ。すごい気持ちいいよね。うん、天気も、そうそう、天気もね、曇りで雨降ってないし、うん。ちょっと海岸の方まで行ってみたいと思います。すごいね、潮の香りがしてね、波の音もいいし、やっぱり海いいなって。いいね。ほんと。こう川からね、流れ込んでいます。わかめ、わかめ。昆布？昆布だ。カニの穴。持っとったら綺麗じゃん。綺麗だけどさ、綺麗だけど、なんかそれ、そういう食べる貝もお魚屋さんにもありそうじゃん。そうか、うん、もし万が一水が来たらこうやって 足上げるんだよ。波倒れちゃうか。ひっくり返っちゃうか。水来ないの。石を拾ってきました。すごく綺麗な石。お土産屋さんに来ました。いろいろとなんか美味しいものがたくさんあるんだけど、私は食べられないものが多いので、買ったのはね、スルメイカと、なんか海藻のなんかそのまま食べるタイプのなんかおやつみたいのを買いました。化学調味料不使用の。この古城浜っていうのがたらこが有名で、こうやってねたらこがたくさん売っています。ここね、海産物ロードっていうところなんだけど、そこをね走って帰って、それで温泉入ろうと思います。それでね、すごくいいのがね、この古城浜あよろっていう歩いて巡る屋外写真展っていうのが、もうこれ期間は終わってるんだけど、ずっと残っていて、こうやってね、街中に突然ね、昔の写真が、こうやって展示されてるの。すごく良くない？で、私すごい感動しちゃって、やっぱりいいじゃん、なんか、モノクロの写真で。こうやって、昔の人が漁をしてた風景とかね、それがこう、海のすぐ、近くに廃屋みたいになってるところにね、壁にね、倉庫とかそういうところにこうやってプリントしたものが貼られています。写真が貼ってあります。また写真がありました。漁をしながら働いてるお母さん。今ね、この写真を貼ってる若い女の子3人が向かい側から歩いてきたので、話しかけて聞いてみました。で、やっぱりね、町おこしでやっていて、50年から60年前の写真なんだって。で、タイムスリップしますよねっていう話していて、もうすごいいいアイデアだなって思います。これ今ビデオ撮っていい？全然、ぜひぜひ。あ、これコーティングしてるの、この白いのは。そうです、白いのが今コーティングで、うん、髪をちょっと強くするために。はい、でこの後に防水をかけるん、塗るの、塗るんです、また、はい、へ、髪なんですよ全部。あ、髪なんだ。プリントしたのを、そうです、貼ってつなぎ合わせてって、パズルしてます。お兄さんと知り合いました。いろいろね説明してくれて、すごい優しいお兄さんでね。今
これまだ公開まで行ってなくて、うん、であの全部のやつが貼り終わったら一斉に、あ、そうなんだっていう感じで、何あの告知して、あ、なんかやりましたって、そうなんだ、 あまり知らずに僕もあやってるのね、貼るのを手伝ってるのために、そうなんだ、うん、すごい、こうやって糊を貼って、うん、全部塗らない方がいいかな、端まで塗らない方がいいの、いやいや、あの四隅に2センチくらいずつ開けてるから、あ、それがコツ、温度ついちゃうと上を押さえるときに紙がついちゃうから、うん、で上から水を切ってって軽くさーっていくぐらいで、コピー用紙っていうか、はい、そうです、本当に普通のこういう材質の方がいいのか、上質の方がいいんですよね、あ、上質紙ね、ですよね、あ、なるほど、うん、サイズ全部トリミングして、あ、お兄さんが全部プリントしたの、これ、いや、プリントは業者じゃないといけないんで、うん、これのデータだけでも何ギガってなるんですよ、相当なあれですよね、あ、横がこう行って、うん、こう行って、こんな感じで、あ、はい、1キロちょっと走って、あのお兄さんたちにね話聞いたりして、あのめっちゃ汗かきましたね、ほらこうやってここにもあるのいいよね、いや、ほんと躍動感あって、でこれからホテル戻って温泉入ってサウナ三昧しようと思います。夜ご飯の会場に来ました。お刺身と煮魚と揚げ魚、お魚コースみたいにしたんだけど、食べれないものがいろいろあるけど選んで食べたいと思います。はい、夜ご飯も食べ終わって部屋に戻ってきてまったりしています。今ここにお店をいっぱい広げた状態、こうね、いっぱい明日の片付けを今のうちにしておこうかなって思ってます。で、お土産をね、買ったものを紹介しようと思っていて、お土産もそうなんだけど、こっちに来てから買ったものね、やっぱり私はどうしてもおやつをどうしようっていうのを考えちゃうんで、このね、ローソンでこの金とくりっていうのを買いました。甘栗を探してたんだけどなくて、この、ね、焼き栗があったので買ってみたら、これ結構美味しかった。あともう一つ、この有機栽培の干し芋を買って、これも美味しかった。だから今日これ一袋とこれ一袋もう食べちゃいました。それとお土産で買ったのは焼きとろろ昆布っていうのを買いました。なんか昆布だけでできていて、これなんか焙煎したらしいのね、だからおせんべい的に食べれるんじゃないかなと思って買いました。それとこれスルメイカ3枚入り、食べ方が最初分かんなくて、そのまま食べんだっけ、どうすんだっけって思って、お店の人に聞いたら、あのそのまま食べてもいいし、あのレンジでほんと数秒チンしてもいいし、あとオーブンとかトースターで焼いてもいいですって言われたので買った。これは慎重にちょっとずつ食べたいと思います。あと海藻サラダスープっていう化学調味料不使用のスープの素で、昆布と磯のりと青さのりとか人参ネギふのりが入っていて、これいけんじゃないかなと思って買いました。そうで、この部屋はねクーラーがありません。クーラーがなくて最初探したんだけどなくて、あ、そうかって必要ないからないんだと思ってね、扇風機があって、扇風機日中はねそれで当たってたけど、今は窓開けてたらすごく涼しい、とても快適です。でそんな感じかな、荷物片して明日すぐ出かけられるようにして、もう一回あのお風呂に入ってきたいと思います。でね、さっきサウナ入ったらね、やっぱりね出てきてから温泉も使って体温まって結構痒くなったんだよね。痒くなって肌がねちょっと赤みが強く出たような気はするんだけど、だから今日はサウナ3日目、全体的にね首はすごく調子がいいんだけど、顔はねなかなか一進一退という感じで、
なんかシワがすごい増えた気がする、サウナ入って。まあでも痒みは少ないかな。明日朝なんとかもう一回サウナ入って4日連続サウナっていう状態にして、肌がどういうふうに変わってたか見ていきたいと思います。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。